今日はビンチョウマグロの炙りステーキを作ります。ニンニクは皮を剥いたら容器に入れてください。鷹の爪、醤油を入れ冷蔵庫で2日間寝かせます。2日経ったら醤油をよく拭き取ってスライスしてください。フライパンにオリーブオイル、ニンニクスライスを入れこんがりするまで炒めます。こんがりしたら器に取り出しておきます。お刺身用のビンチョウマグロを食べやすい大きさにカットしたら塩コショウを振りガスバーナーで炙ります。ガスバーナーがない場合は切らずにフライパンで超強火で片面だけ焼いてください。ガーリックチップを上に乗せてニンニク醤油をかけます。サラダを添えたら完成です。いただきます。質問やリクエストはコメント欄にてお待ちしております。材料の一覧はコメント欄か概要欄をご覧ください。